山梨半蔵昭和19年7月2日は、日本の陸軍軍人、政治家である、陸軍大臣、朝鮮総督を歴任した。最終階級は、陸軍大将。栄転は、肖像位、君位等校二級。山梨半蔵による秘文が書かれたに港殉難者、記念日相模国大従軍へ島村にて、山梨安部への次男として出生。高塾卒業後、 1886年6月、陸軍士官学校を卒業、不評少位に任官し不評代を連帯付となる。1892年12月、陸軍大学校を卒業、恩師の軍統を排除した。日清戦争に、不評代四旅団副官として出征し不評代後、連帯中隊長、第二軍副官、占領地総督部副官を歴任式国した。 参謀本部第四部員、県陸大教官、ドイツ駐在、陸大教官などを経て、日露戦争時には、第二軍参謀として出征し、同軍参謀副長、第三師団参謀長を歴任した。オーストリア公使館付、ドイツ大使館、陸大幹事、不評第51連隊長などを経て1911年9月、陸軍少将に進級。不評第30旅団長、 不評第一旅団長、参謀本部総務部長などを歴任し、第一次世界大戦において、独立第18師団参謀長として、陳島に出生。その軍港により、高二級を賜る。教育総監部本部長などを経て1916年5月、陸軍中将に昇進し、陸軍次官、県航空局長官を歴任。1921年10月、 現内閣の陸軍大臣となり、同年12月に陸軍大将に進級し、高橋内閣、加藤智三郎内閣にも留任。1922年8月と翌年4月の2度にわたり、陸軍史上初の軍縮を実行。軍事参議官を経て、関東大震災に伴い福田正太郎司令官の後任として、関東海原司令官に就任した。東京警備司令官。 軍事参議官を経て1925年5月、予備役編入され1927年12月に朝鮮総督となった。その直後、立憲民政党により、米国省が経常に取引省を開設するために、山梨の側近を通じて5万円を贈賄したとする朝鮮総督不義国が暴露され辞任。米国省と側近は執行猶予付きの有罪。 山梨本人は無罪となった。1934年4月に退役。1944年、神奈川県鎌倉市の自宅にて死去。去年81。ありがとうございます。